はいどうも、翔です。第2兵団物語実況プレイ、やっていきたいと思います。今回は、なんか、ね、南西の、にある盗賊の、アジトだっけに行ってこいって言われたんで、そちらの方に向かいたいと思うんですが、ですね、その前に、僕が考えている説の方を、ちょっとお話ししたいんですけど、まあ、多分あのネタバレとか、別に僕真相クリアの真相とか全然知らないけど、僕の憶測ですけど、それネタバレとかになっちゃうかもしれないんで、それもし聞きたくなかったら、多分今字幕に出てると思うんですけど、その時間まで飛ばしていただければと思います。わざわざすいません。じゃあ飛んだかな。で、僕が考えてる、憶測ですよ、あくまで。で、僕が考えてる説なんですけど、まず、現代ね、今、昔話してるじゃないですか。なんだっけ、売れない作家の、なんだっけ、あの人の名前。まあ、いいや、その二人が話してるじゃないですか。で、その最初、一番最初のセリフですよ。その作家さんがおばさんに聞いたじゃないですか、ディナールベーカリーどこですかって。その時におばさんが、あそこのクロワッサンは美味しいからぜひ食べてって言ったじゃないですか。クロワッサンですよ、クロワッサン。で、ペニーの前回あとパート2もそうだったんですけど、まあ、前回クロワッサン10個おごってもらうとか、あとパート2でランバートが第二兵団入った時にクロワッサン2個食べちゃおうとか言ってたじゃないですか。で、今更なんですけど、ここにクロワッサンが置いてあるんですよ。クロワッサンだ、なんでこんなところに。で、これ絶対ペニーが食べる用のクロワッサンだと思うんですけど、で、まあ、ペニーがクロワッサンが大好きだと前回も言ってたように。で、なんでクロワッサンなのかわかんないけどね。で、そこで現代に戻ってくると。で、今、年老いたランバートさん、現代ね、現代のランバートさんは、パン屋を経営していると。ディナールベーカリーっていう、パン屋を経営していると。で、そこの、パン屋の一番、あの売りがクロワッサンだと。なんでクロワッサンが売りなのかっていうのを考えると、まあ説、まあ、そこからまた説が 2,3 個出てくるんですけど、多分僕が考えてる一番有力な説としたら、まあ、今後の何らかの事件でペニー、考えたくないんですけど、ペニーが多分黒幕の手下なんですよ。ヘネシーの。考えたくないんですけど。なんで、そっちについて、で、ペニーがどうするかみたいな感じになると思うんですけど。で、それで、ヘネシーになんか、考えたくないんですけどね。なっちゃって、でも、俺第二兵団抜けるわっつって何しようと思ったら、ペニーが大好きだったクロワッサン、そうだパン屋を経営しようっていう感じなのかなって考えてるんですよ。だってね、言ってたじゃないですか、作家さんがこの国を救った英雄だって、ランバートのことを。で、まあ、ヘネシーたちをどうにかこうにかして、で、国を救って、で、ペニーがなんたらかんたらなっちゃったけど、もうそれでもう嫌だから、第二兵団抜けて、で、パン屋でクロワッサン焼こうと。そういう感じなのかなーって考えてるんですけど、どうなんでしょうね。あくまで全て僕の憶測ですよ。考えたくないけどね。まあ、まあ、そんな感じです。僕の推測としては予想ね、まあ
聞いてしまった人も聞けてなかった人も、まあ結局ゲームを楽しんだもん勝ちだからさ、行こうか。じゃあ待って、はい、ということで、まあグダグダと話していましたが、飛ばした方はまあ聞いてないでしょうね。うん、聞いてないのはそうだよ。まあいいや、行きましょうか。変な人ね、あの顧問官代理ね。早く仕事片付けましょうよ。あ、いや、それよりあのスパイがまだ言ってるの。スパイの話はもうおしまい。そんな。てか思ったけど、ケインさ、盗犯家の人だよね。資料家じゃないよね。こっちのに入っ、何、もう仲良くなっちゃった感じですか。よいしょ。同じか。じゃあ行きましょうか。どこだっけ。西南、南西だ。西南西南って南西、南西、南西に行く、南西。ん、なんかいる。こんにちは。あなたたちまだ一回も転職してないでしょう。そろそろ転職しとかないとモンスターのとの戦闘が辛くなりますよ。知ってる。大丈夫、俺転職しないから。いちいちそういうの言われなきゃいけないんだ。てか思ったけど、こっちってバルタチャいけないんだ。って思ったけど、ここの町グリフス全然回ってないんだよな。まあいいか、後のパートで行きますか。すげえ BGM や。何この歩きづらいもの道、そしてこの軽装な音楽、そして行き止まり。おつ、当たっちったー。カエル、ああ、もう通常攻撃では勝てなくなってる。雷でしょ、こいつら絶対。グリッター。カイザー。グリッター。効かねえ。なんでや。なんでや。キャットインザ、ちょっと待ってよ。カイザー。待って。強い。強いよ、こいつら。カイザー。なんでこんな雑魚的に俺ら手こずっているんだっけ。さあ、グリッターランバート、ランバート、待って、こいつ強え。当たらない。勝った。なんだこりゃ。なんだあいつら、クソ強えじゃねえか。当たりたくないよ。もう逃げよう、なるべく。レベル上げはオフでやっときます。はい、なんでストーリー重視でね、実況中は。なんかいる。いやあ、こんなところで人にお会いするとは。私、帝国大学の者です。この辺の水質調査をしているんです。君、そんな周りにモンスターうじゃうじゃいるっていうのに。え？どうやってその中入るの？賞金首いるんだけど。どうやってあの中入るの？今後入れるようになるのかな？あー、こっちは何もない。あーあーあー、当たる当たる。
なんでこんなモンスター多いんだよ。ちょっと待って、当たっちゃった。当たっちゃった。気持ち悪いよ、その人参。こっちかな、こちら盗賊団のアジト。なんか誰かいる。あら、誰かいるわ。あ、レックス。あ、レックス。ん？げ、お前ランバートじゃねえか。よう、アレックス、久しぶりだな。お知り合いっすか？ああ、俺の昔の不良仲間でな、小さい頃からのダチさ。なんだ、裏切り者め。てめえにダチなんて言われる筋合いはねえな。バカ野郎、いつまでも生きがってんなよ、おめえは。うるせえ、あい。ところで、その不良さんがこんなところへ何の様子？それは、どうせ盗賊団のお偉い方が逮捕されたって聞いて、残った盗品をせしめに来たんだろ。分かってるじゃねえか。悪いが、盗品を全部俺がいただくぜ。てめえみたいな裏切り者には、ビタ一文渡さねえから、そのつもりでいいな。じゃあな。なんだか元気な人っすね。それだけがあいつの取り柄さ。だがまあ、ここはお宝の、ここのお宝はすべて盗品だ。あいつに持っていかれるわけにはいかねえ。そうっすね。あの人よりも先に盗品の隠し場所を見つけないと。どっちだ。あ、鍋。よっ、すっげーな、このマップ。こっち何もねえ。当たっちゃったよ。なんだこれ。あ、そういうやつか。ここがこれ、動かし、待って、よいしょ。ここが、そこ、真ん中がそれ、そこがそれ、それがそれ、そこがそう。で、これで、これをとりあえず出す、すべて出す。ここと、ここと、ここで、十字になって。来たんじゃない？オッケー。なんだこれ。ゲゲ、もう追いついてきやがった。チキショー、ランバートの中に負けてたまるか。盗賊の宝を俺のもんだ。は？あの人、随分とランバート君を目の敵にするのね。あいつもそろそろ大人になってほしいもんだ。あいつのあんな姿見ると昔の自分を思い出しまう。昔の自分？何か思い出したくないことでもあるの？昔も俺はバカやってたのさ。あー、なんかめんどくさそうなやつ。これどこ？こういうのはな、適当に感じ合っていくものなんだな。まずは、ん？ここい。だよな。いった！オーケー。早い早い。
鍵山どうやって開ける？え？え？え？どうやって開けんの？なんかあるの？仕掛けが。何この今回仕掛けだらけのちょっとめんどくさいやつ。わかんねえ。ちょっと一旦ここでセーブして、あの宝箱右側にあったんだよな。ちょあれあれあれじゃねえの？転職の証かい。あれ香り、これ絶対香り。またいる。あら、あなた方、まさかこんなところでお会いできる。おいおい、君、ここは盗賊団のアジトだぞ。こんなところで何してるんだ？この辺りの土地には高い霊力を感じます。だからちょっと魔力を配管しに来て。はい、これそこで拾ったものです。また散々取れねえし。なんなんだあの人。全然わからん。あ、じゃあちょっと全然わかんないので、何か見つけたらで、そこからまた次回は始めたいと思います。じゃあまた次回の方を、また次回お会いしましょう。今回はこの辺で失礼します。ではバイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画概要欄のリンクか動画下の登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。今回の動画についての評価、コメントもしてくださると嬉しいです。また公式ホームページ、小説家になろう、ブログなどの活動もよろしくお願いします。次回の動画もぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。